そうなんだ、僕考えてないって本番めっちゃ長いじゃん。さてですね、あのお二人にこれからのパリ2024オリンピックで興味がある種目を聞いていきたいんですけれども、石川さん、ズバリパリオリンピックで興味のある選手、興味のある種目ございますか？はい、たくさんあるんですけれど、そうですね、やはり一つは卓球、はいはい、もう一つはあの、まあ、今回新種目になるブレイキンですね。あ、ブレイキン、私も、はい、なんかすごく注目してます。いや本当にあの人間離れした、はい、あのすごい激しいこうダンスっていうのが本当に迫力があるなと先日テレビを見ていても思ったので、はい、すごく楽しみですし、卓球の場合はもうあの男女ともに本当に若い選手、若いチームなので、勢いのあるあの素晴らしい戦いをしてほしいなというふうに思います。ありがとうございます。まあ、卓球もブレイキンもこうパフォーマンスがすごく大事だと思うんですが、会長、こうブレイキンの選手も首や腰や大変なあのパワーを使うところですが、ぜひエアウィーブで休んでいただきたいですね。そうですね、まあ、本当にあの人間技とは思えない、本当に、はいはい、だからいろんなところお疲れなんじゃないかなというふうに思います。思いますね、はい。さて内村さん、注目の種目ございますか？はい、体操です。そうですよね、そうですよね、はい、もちろんもちろん体操です、はいはい。それではですね、あの今までさまざまな大一番を乗り越えて世界でご活躍されたお二人から現役選手に向けたメッセージをいただきたいと思います。こちらフリップにご記入いただいておりますので、まずは石川さんからお見せください。はい、じゃん、はい、悔いのない戦いをというメッセージを書かせていただきました。はい、どういった指示で書かれましたか？はい、やはりオリンピックっていうのは4年に一度の大舞台ですし、選手それぞれにいろんなこうストーリーがあってその日を迎えていると思うので、最高の準備をして、うん、やれることはやったと思って、あのコートにその舞台に立てるようにあの頑張ってほしいなと、はい、思っています。ありがとうございます。内村さん、お願いいたします。はい、ちょっとかすみちゃんがちょっと結構あっさりしてるんで、はい、結構書いちゃったんですよ。でも個性あふれるメッセージ、ちょっとまず読んでいいですか？はい、お願いします。本当に大丈夫かと毎日自問自答して完璧な準備をし、現地に着いてからも同じことをして圧倒的自信をつけて周りの環境に惑わされずに自分を保つこと、そして本番では開き直って楽しむことです。多分石川さんが言いたかったことも具体的に全て羅列されて、あのステップ順に踏まれてるって感じがいたしました。さっきリハーサルの時に、はい、このフリップに何て書くのって聞かれたんで、はい、悔いのない戦いよって言ったら、あ、そうなんだ、僕考えてないって、本番めっちゃ長いじゃん。それほどあのやっぱり一言では言い表せないオリンピックという大舞台では、そうなんですよ、はい、一言じゃやっぱり片付けられない大会ですし、僕は金メダリストとしてこれは大事だということを本当に現役選手に伝えたいので、まあ多分皆さん分かってると思うんですけど、やはり4大会出て2連覇をした中でやっぱりこれが大事なのではないかという、だからまあ一言ではちょっと片付けられないっていうのがちょっとこれに現れてしまいました。はい、でもその内村選手の最高の準備で最終的には楽しんで全力を出すっていうのは悔いのない戦いをというのに全て集約されますね。そうです。そうです。だから本当に詳しく僕が説明してあげたという形になりますね。はい、それを一言にまとめたと。はい、そう、ありがとうございます。はい、会長、お二人のこのメッセージを読んでいかがでしょうか？あの今ここの場であの本当お二人にですね広告塔に出ていただいてよかったなとつくづく思ってます。はい、本当素晴らしいお二人だ、いやさすがだなというお二人ならではの激励メッセージをいただきました。オリンピックっていうのは、まあ、世界のトッププレーヤーが集まる舞台であると思いますし、まあ、相手との戦いでももちろんあると思うんですけれど、自分との戦いでもあるかなというふうに思うので、自分の本当に持ってる力を 100%、120%、またいい意味でこういつもの自分でやれるような最高のパフォーマンスをしてほしいなというふうに思いますし、それを
私たちもこう見れるっていうのはすごく楽しみにしています。ありがとうございます。内村さんお願いいたします。はい、多分今回金メダルの候補に上がってる選手は多分連覇がかかる選手は結構いるんじゃないかなと思うんですけど、僕も連覇を経験した身としていかに連覇のことを考えずに試合をやるかっていうのがものすごく大事になってくると思うので、本当にさっきもフリップに書きましたけど本当に開き直って楽しむことができれば結果はついてきますし、まあ、それこそかすみちゃん書いた悔いのない戦いっていうのもできると思うので本当に楽しむことです、はい、ありがとうございます。そうですね、やはりこう、まあ、時差もあったりとか海外でこう慣れない環境の中で、まあ、短い時間の中でどれだけこう調整するのかっていうのはすごいオリンピック本番も勝負になってくると思うので、そういう意味では一つ睡眠はすごくやっぱり大事な要素だと思うので、しっかりこう休みを取ってなかなかこう気分が上がってこうドキドキしちゃう時間が増えると思うので、そういう夜の休憩だったりお昼の休憩っていうのは本当にゆっくりしっかり休息を取って試合の日まで調整をして、うん、最高の状態でオリンピックの舞台に立ってほしいなと思います。ありがとうございます。内村さんいかがでしょうか。もちろんエアービームの寝具を使ってってことですよね。あ、そうです、はい、選手皆さん、はい、選手村そうですね、はい、まさしく本当に同じで、やっぱり現地に着いたりするとやっぱりこう練習の時間が普段と違ったりするので、いかにこう睡眠の時間を大事に、寝る時間だけは必ず同じ時間にしていくことで生活リズムが整っていくし、いつものパフォーマンスに近づいてくると思うので、やっぱりまあ移動したてっていうのは時差もありますし、飛行機で気圧の影響とかでいろんな体の部位がダメージを受けているので、まあだからまあ睡眠を同じ時間でやっていってやればまあ同じパフォーマンスが出せるかなと思います。よろしいですかね。じゃあ中央の方、センターの方を目線をお願いいたします。ご要望ありましたら手を挙げてください。カメラマンありがとうございます。あと先ほどのようなガッツポーズみたいなものをせーので、はい、せーので、はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。ムービーさんよろしいでしょうか。何か大丈夫ですかね。はい、ではフォトセッションの方以上とさせていただきます。ありがとうございます。